ヨハネス・レジスは、フランドル学派の作曲家で、ブルゴーニュ学派の巨匠ギオーム・ディファイの秘書、地域者本によって有名。1450年以前のことは何も知られていないが、ラテン語による生命から、ジャンル・ロワというフランス語名が割り出されている。1451年に、カンブレーキンコーソワニーの聖バンサン教会の聖歌隊長に就任。この地位は当時は重要な肩書きであり、 ジル版書はなど数名の有名な作曲家がその教会に勤務し、あるいは教弁をとっている。実際、版書はとも交流があったらしい。年代のわかっている限りで最古のレジスの作品は1462年から1465年にかけて成立したカンブレー大聖堂の写本に保存されており、そこにレジスが勤めていた可能性を示唆している。 1464年から1474年までデュファイの秘書になり、おそらく長年カンブレイに暮らしていたようだ。また1470年代初頭には、音楽理論家、ヨハネス・ティンクトーリスによって、当時の学章の一人に数えられていることから、急速に名声が広まったことが伺われる。1496年の夏早くに、レジスの得た地位が空席であると宣告され、 無効化されていることから、おそらくその頃には個人であったと思われる。現存する、レジス作品は、2つのミサ曲、7つのモテット、2つのロンドンのみである。ティンクトーリスなどの文人によって言及されている、その他の作品は、失われていて現存しない。失われた作品の一つに、ミサ曲、イクサニンミサロームアーメがある。これはわかっている限り、俗用。 ロム・アルメを低旋律とする循環ミサ曲としては最も古い例である。一方でロム・アルメを低旋律とするもう一つのミサ曲は伝承されている。この曲はロム・アルメに三つの既存の旋律を重ねているもので対法的な力作となっている。このようにレジスはロム・アルメ・ミサを多数手掛けたことが知られる数少ない作曲家の一人であった。 レジスは初めて五世のための楽曲を作曲した作曲家であり、ジョスカンら次世代の作風を先取りしている。実際、レジスの五世のためのモテットは、ロイゼ・コンペールやジョスカン、ガスパル・バン・ウェールベケ、ヤコブ・オブレヒトラ更新作曲家によって模範とされたり、あるいは低旋律として利用された。ありがとうございます。